ドラゴンボールゼノバース2を、遊んでくださった皆様、お久しぶりです。ゼノバース2プロデューサーの、平野と申します。今日はですね、まずはお礼を、発売して約1年半ですね、遊んでくださった皆様本当にありがとうございます。そしてちょっと今日は一つ、発表したいというふうに思っています。というのもですね、発売前ですね、発表の時にですね、このゲームは、1年間発売してから1年間運用していきますというふうに宣言をさせていただきました。まさに皆さんにですね、こういった形で遊んでいただいてくださってますし、評価いただいたことによってですね、1年を超えて約1年半、運営し続けて、来れております。ひとえに皆さんのおかげかなというふうに思っております。ただですね、その場で1年というふうに言ってしまったので、ここでもう新しい展開ないかなと、もうゼノバース2は終わりかなというふうに、不安に思われてしまっているかなというふうに思いまして、ちょっと早めにこういった形で発表させてきました。ゼノバース2はですね、これからも、新しい展開を予定しております。キャラクター含めたいろいろな DLC、そしてまず目指していきたいのが、通信対戦環境ですね、改善、そしていろんな技を使えるようなですね、バランス調整含めて、無料のアップデートも予定しております。より使いやすいですね、環境、そしていろんな技が使えたり、いろんなキャラクターを使えたりするようなですね、オンラインの、ルール整備、そういったところも含めてですね、ゼノバース2はまだまだ頑張っていきたいというふうに思っています。というところで、引き続きゼノバース2、そしてもちろんですね、ドラゴンボールファイターズ、両方ですね、ジャンルは全然違いますけども、だからこそですね、幅広いドラゴンボールファンの皆さんにですね、愛されるようにですね、独自の発展を遂げていって長く遊んでいってもらいたいというふうに思っています。というところで、ドラゴンボールゲームシリーズですね、引き続きよろしくお願いいたします。